源氏物語源氏物語の登場人物落葉の宮落葉の宮は源氏物語に登場する架空の人物。須作帝の第二王女で母は須作帝の衣替えであった一条宮すどころ。い妹、女、三宮を得られなかった柏木を哀れんだ父の知主の,の大臣が須作院に嘆願し、柏木の性質として降下する。 しかし以前女三宮に化装する夫に帰り見られることはなく、妹の女三宮に比べると落葉のように、つまらない人だと蔑む歌を読まれる。夫、柏木が女三宮との過ちの果てに創生し、その後、死の床で柏木に工事を託された親友、夕霧の訪問をたびたび受けるようになる。そのうちに夕霧は物静かで奥ゆかしい彼女に、 死母の念を抱くようになり、母宮須所の死後、夕霧の手によって、半ば強引に陰性していた、小野山荘から、本邸の一条宮に移されて求婚され、はじめは拒んだが、結局は、結婚を余儀なくされてしまう。光源寺没後、六条院の北東の町に今日移し、夕霧の側室、富士天寺の生んだ六の君を養女に迎えた。 宇治十条では六の君が二王宮と根儀を挙げ、今は夕霧とも落ち着いた夫婦仲となって比較的幸福に暮らす様子が描かれている。なお、前日の通り、もともと落葉の宮という呼び名は別称であることから、彼女のことを女二宮、もしくは他の女二宮と区別するため、須作員女二宮と呼ぶことも多い。ありがとうございます。